ヒラーズや全国の受験生の皆さん、こんにちは。早稲田合格塾代表のヒラです。それでは、今回の共通テスト国語、講評をね、始めていきたいと思います。まず第1問なんですけれども、評論ですね。これね、僕の感想としては、まあ皆さんもそうだったかもしれませんけれども、本文はすごく読みやすかったですよね。で、論筋も別に何ら複雑なことでもなく、とても読みやすかったと思いますね。なんかツイッターでは妖怪ウォッチだってね、まさに妖怪ウォッチですよね。ただ、本文読みやすいんですけれども、なかなか設問のクオリティは高いなっていうのが感想でしたね。問1、漢字ですね。まあ、漢字の問題に関しては、まあ、うの遠用が若干むずいかなぐらいだけど、文脈で意味考えたら、まあまあ、できるでしょうっていうところだから、まあ、全問正解か最低一罰でくり抜けてほしい問題です。で、次に読解問題の方に入っていくんですけれども、結論から言うと、問2から問4までは、まあ、もろセンター試験ですよね。考えてみたら思考調査テストとは一体何だったのかっていうレベルで、まあセンター試験ですよね。ただ、先ほど申し上げたように、ちょっとね、問3、問4に関しては、まあまあ、設問のクオリティが高いです。問2なんですけど、これは基本問題。もうもろ直前ですよね、回答の根拠はね。旧センター試験なんかでは、当時の林先生なんかね、みんな大好き林先生なんかもよくおっしゃったんですけど、まあ、傍線部の前と後ろから、まあ、要素一つずつヒントになって、回答になりやすい。よっていう話をね、まあ、林先生なんかよくおっしゃるんだけど、まあ、今回共通テストになってこの問題に関してはもう直前一発ですよね。簡単でしたね。もう1番しかないでしょう。問3、問4は非常に良問で、これね、僕早稲田とかよくやるんですよ。本文には書いてありますよと、ただそれだけ。要は本文に書いてあるんだけれども、その問いに対する回答になってるのはどっちですかっていうことで、受験生に差をつけていくような問題っていうのを出したりするんですよね。だから結構僕は授業とかでこういう問題よくやってるんで、まあ、うちの生徒は割とまあうまくいってたらいいなぁなんて思ったのが今回の問い3、問い4でした。まあ、どういう問題かっていうと、問い3、傍線部 B、アルケオロジー的方法とはどのような方法かっていうこと、つまりこの傍線部 B、アルケオロジー的方法って何ですかっていうのが聞かれてるんだよね。まあ、生徒たちのね、自己採点とか見てみると、やっぱり2と5で迷ってる人結構多いんですよね。で、2はまあもろ書いてあるんですよ。で、5ももろ書いてあるんですよ。ただ、なんで2かっていうと、5に関しては書いてあるんですよ。もうそれこそなんなら傍線部 B により近い方に丸5は書いてるんですよ。なんだけど、後半部、大きな世界史的変動として描き出す方法ってあるんだけど、この大きな世界史的変動として描き出すっていう、この要素は、アルケオロジー的方法というこの方法でできるようになっていくことでしょう。アルケオロジー的方法そのものの内容が聞かれるのに、アルケオロジー的方法というあらを使ってどうなっていくんですかっていう、その向こう側の話が選択肢に盛り込まれてるんで、書かれてあるけれどもアルケオロジー的方法の説明になってないから、だから2番が正解なんですね。どっちも本文に書いてある。なんなら5番の方が傍線部に近い方にもろ書いてある。だけど問いに対する回答になってないってことなんですね。問い4に関しても同じくですね。選択肢2と選択肢4で迷った人が多いのかな。選択肢2なんかはまあまあこれももろに書いてあるんですが、選択肢4なんかは後半部、人間の力が世界のあらゆる局面やものに及ぶきっかけになったということってね、後半、これも確かに書いてあるんですよね。書いてあるんだけど、今回聞かれてるのは、傍線部 C、妖怪の表彰化とはどういうことですかっていう同意説明が聞かれてる。にもかかわらず、この後半部は、これは妖怪の表彰化っていうものの理由に当たる部分なんだよね。要するに、この傍線部4の後半部の事柄が帰結となって、妖怪の表彰化というものが起こっていきましたっていうのが本文の論筋だから、妖怪の表彰化とはどういうことかが聞かれているのに、それ以外のものが盛り込まれてるんですよね。だから問いに対する回答になってない。本文には書いてある。だけど、問いに対する回答になってないから、で、聞いてるのはそれじゃないって話なんですよね。だから2番が正解なんですよね。まあこの問3、問4、いい問題だったし差がつくんじゃないかなというふうに僕は見てます。問いの5番ですね。まあこれがまあいわゆる旧センター試験の頃から、まあちょっとずつ出てはきてはいたけども、まあ、いわゆる共通テストの問題ってことですよね。括弧1に関しては、まあこれは普通にできてほしいです。旧センター試験の時代からずっとあった全体の構成を問う問題なわけなんだけれども、
ただ今回まあね、2パラから3パラ、4パラから5パラってまあ範囲も狭いじゃないですか。だから割とまあ絞り込みやすいというか、うん、だからまあ簡単な話だとは思うので、これはまあ普通にできてほしいですね。次に問いの5の2番ですけど、まあこれに関しては正直基本問題というか簡単問題だと思いますね。これに関してももう範囲が狭いし全く問題ないんじゃないのかなというふうには思われてますね。近世近代、いわゆるまあ本文末尾ですよね。あそこだけを見てまあ正解できるものなので、まあ軽く照らし合わせれば、慌てずにやれば割と簡単にいくんじゃないかな。選択肢も紛らわしくないです。だから正解しなきゃダメな問題だとは思ってます。次、カッコ3番ですね。で、カッコ3番開いた時にもう多いって思うよね昔僕と森哲ちゃんでね、でかい焼きそばを食ったね、動画があるんですけども、あの時もね、多いって思ったけど、同じ気持ちですよね。多いんですよ。どうやら本文関係ないみたいですね。ここの部分だけ、この資料だけで解く問題らしいですね。文章読んでみて、で四角5に来るんだけど、いまいちヒントがピンとこないんだよね。決定打に欠けるというかね、この引用文と照らし合わせて解くんだろうなぐらいには思うんだけど、ヒントがあんまりピンとこない時はチャンネルをズバリ法から消去法に切り替えて、まあ、解きに行くんだけれども、正直ね、これが早稲田法学部とかで出たら緻密な吟味っていうのを僕もやりますけど、共通テストでここまでの吟味が出てくるのっていう、こんなにもうピンとこない吟味が必要なのっていう、これはちょっとむずいかなと思いますね。正解は丸2番なんですけど、引用文の中に死はあるいは僕よりも第二の僕に来るのかもしれなかったってあって、で選択肢2の中にももう一人の自分に死が訪れるのではないかと考えていたってあって、ここだけで勝負、ちょっと怖くて勝負に行ききらないかなというふうに僕的には思ったので、ちょっときついかな、ちょっと落としちゃうかなっていう感じなんで、まあ大問1、理想的な戦いとしてはまあ漢字が満点で、まあこのラストの問題だけ落として42点、もしくはまあ漢字も1個落としてまあ50分の40とかできたら結構理想的な戦いかなとは思いますね。結構予備校の好評とか見てると、まあややむずめになったって書いてあったけど、まあ僕はそうは思わないかなっていうのが感想でしたかね。次に第2問、小説ですね。でまあ小説もね、設問ガーッと見てみると旧センター試験と近い問題ばっかりで、思考調査一体何だったんだって感じになっちゃうんだけど、ただまあやっぱりこの最後の設問でね、ちょっとこう重めな、なんか共通テストですせーみたいな問題が来てるんですよね。設問見ていくと、まず語彙の問題ですよね。これもいつもあったね。まあこれもせいぜい1罰以内ですかね。まあ知っててほしいレベルではあります、こいつらも。で次に設問2なんですけど、結論から言うと、まあ、問い 2,3,4 は普通に正解したいです。もろセンター試験ですね、これはね。で、まあ、東進の公表なんかは問い 4,5,6 ちょっと複雑かもってあったけど、まあ4は大したことないですね。問い2も問い3も普通に正解してほしくって、問い4に関してもそうね、まあ、選択肢には W 君を経済的に助けられないことを考えるといいかダメだし、忙しい日常にかまけてもダメだし、3番ね、4番のサイ君の前では卑屈にへりくだらねばならないことを疎ましく感じてる、こんな卑屈なやつじゃないし、5番でまあちょっと若干迷う人いんのかな、 W 君の窮状を救いたいという思いが募るっていう、ここまでは言ってないんで、まあね、あの W 君は苦労はしてるけど、私の気持ちはここまでは言ってないんで、やっぱり1番しかないと思うけどね。丁寧に防線部以下の部分を丁寧にヒント拾ったらば、このパラグラフ内で解けるんですけどね。次に問い5番、まあ、問い5は当心の公表はまあいわゆるむずいみたいな風に書いてあったけど、まあ、なんてことないかなとは思います。確かに問い5番ズバリこれだみたいなヒントがないので、まあ、小説って結構消去法に頼るシーンでよくあるんですけど、消去法にチャンネルを切り替えて、まあ、ケチをつけていって、で最後多分、まあ、選択肢4、5あたりで余ると思うんですよね。で2つ余って、この2つの選択肢で比較した時に、まあ、5番のラスト、回りくどいやり方で様子を伺う機会を作ろうとしている、これってまさにもうズバリ書いてあったことですよね。で4番に関してはここまでネガティブではないだろうと、ここまでマイナスの感情ではないだろう私っていうところで、まあ5番で絞ってあげるっていうような、まあ、手順かなというふうに思いますかね。でラスト問い6ですね。問い6に関してはね、設問見てみると、まあ、この資料だけで解く問題なんだなと、
問い6のカッコ1に関しては下手に本文と照らし合わせ出しちゃうとちょっとこんがらがるかもね。実はこの資料の中だけで素直に解けるんですよね。逆に素直すぎて怖いです。これ例えばまあ選択肢4が正解なわけなんですけど、これズバリ正解できるんですよね。草案の巧みなまとまりにこだわったためって、後半部はさ、ね、まさに二重防線部の直前にあった W 君のこともっと如実に書けよってね、まさに後半部そうじゃん。 W 君の生活や境遇の書き方が断片的なものになっちゃってる。逆に素直すぎて怖いよね、この短い文章の中で。めっちゃ単純な問題ですね。で次括弧に、これはねめんどい上に差がつく問題かなというふうに見てます。ただ僕はこれはめっちゃ授業でやってるよ。質問見てほしいんですけど、評者とは、まあ、この資料を書いた人ですね、異なる見解を提示した内容として最も適当なもので、誤ってるもの異なってるものを選べっていう問題の場合は、まあ、これいつも授業で言うんだけど、答えになる選択肢以外の選択肢はわりかしなんか合ってるような間違ってるような、なんかどちらとも取れるような微妙な選択肢があえて並べてあるんですよ。どちらとも取れるような選択肢が。でも生徒のみんなは間違ってるものがやってくるまで我慢しろって解説してるんですよ。これできてほしいなぁ、まあ、僕だけじゃなくて多分いろんな予備校の先生言ってると思うんですけどね。ぶっちゃけ選択肢 1,2,3 と見ていってよくわからないんですよ。なんかそれっぽいような気もすれば、なんか違ってるような気もするんだけど、選択肢4に来た時に最終部かっこ私が切ない心中を吐露していることを重視すべきだって書いてあるんだけど、これは絶対ないだろ。だってさ、資料では筆者の私に対してこの資料を書いたこの人はお前の話いらんねんと、 W をもっと出せって言ってるわけじゃん。なのに選択肢4のラスト、私が切ない心情を吐露していることを重視すべきだって、これ真逆でしょ。だからやっぱりこの手のね、こう誤っているものを選べ系の選択肢というか、まあ、この設問が何を聞いてるか、いわゆるさっきと一緒ですよ。問いが何を聞いてるか、何を聞かれてるから何を答えないといけないのか、設問に対する回答になってるもので、その設問は何なのかっていうのを明確にキャッチしてあげないといけない。この問題は評者の考えとは違ってるもの、誤ってるものを選ぶ選択肢だってことを見抜けたら簡単にできたものが出てます。でこれはね、結構設問の本質を見抜ける生徒と見抜けない生徒で差がつくと思うから、まあ、これはねちょっといい問題だったなというふうに思いますね。ということで、この大問2に関しては、まあ、満点でも言っちゃいいと思うんだけど、一周回って、大問6の問1とか、ちょっと落としちゃったりもするのかなと。問5とかも、まあ、どうなんだろうね。まあ、そんなに難しくはなかったんじゃないかなとは思うんですけどね、難易度的にはね。ただ、受験生の皆さんは、こう、あの試験会場の中で、しかも17歳、18歳の子らが、やっぱり極限状態で時間にこう追われながらやってるんで、一応僕も時間計ってもちろん解いてますけど、ただ自分の部屋でリラックスして解けてる僕とは多分状況も違うんで、まあ、結構メンタルによる部分でのミスが多かったかもなと。落ち着いてね、難易度をチェックしたらそうでもないじゃないですっていうような、現代文でした。以上です。